びっくりした急になんか言われたら戸惑うわ。完全に油断しました。はい、ということで、ウィス、今回は本日から開催のジョジョの奇妙な冒険コラボのコロシアム枠であるスタンドラッシュ、こちらにジョナサン・ジョースタのシバドラループでやっていきたいと思います。はい、フルボイスですね。編成の方はハルボーさんを参考に、少し自分でアレンジを加えた形となっております。1階は、ジョナサンをずらして、で2階はシバドラ A を進化させてずらして、でこの次なんですけれども、この次はですね、あの木の、ロック目覚めが飛んでくるので、これを、ミニヘラウルドの上にアシストしているグランディスの武器を使って上書きしていきます。はい、でシバドラ B を進化させてずらしで OK ですね。はい、でこの次なんですけれども、この次がね、火属性でいくと結構苦しいところではあるんですけれども、このパーティーの場合シバドラ C を進化させてずらすことでちょうどぴったり 100% 削り切ることができますね。ここの調整がね、奇跡的だったんですけれども、はい、あのミニヘラウルズにね、遅延を振らなきゃいけなかったんで限度できないんですよ。でここが綺麗にぴったり倒しきれるっていうことで、個人的には気持ちいい編成だなというふうに思っております。はい、でこっからは普通にね、シバドラをずらしていくだけですね。特に考えることはないですね。はい、ずらして OK ですと。で、毒目覚めがあるんで、もし毒が固まっている場合はね、外してあげる方がいいかなっていうふうに思いますね。はい、ここも普通にずらすだけですね。弱度の目覚めが来るんですけれども、しっかり武器で対策していますと。はい、 OK ですね。泥球は全部1個ずつあれば普通にね、全部防ぐことができますね。はい、ずらして終わりですね。でこの次なんですけれども、この次、あ違うわ、この次の次か、この次はね、あの遅延が飛んでくるんですね。でここはリーダーのジョナサンのスキルを打っていきます。はい、ジョナサン打ってずらして、これで一旦分の遅延はね、また復帰してくるんで大丈夫ですね。でこの次がですね、ミニヘラウルズを採用した理由になってくるんですけれども、この次敵がですね、 90% の超根性なんですね。でかつ水属性なんですけれども、ここシバドラ打ってからミニヘラウルズを打つことで超根性を剥がしつつ泥鏡が入るので、これでね、倒しきることができます。これも個人的には気持ちいいなというふうに思ってますね。はい、ボスですね。ここは、シバドラを打って、フレンドのアシストのヘラを使って超根性を外して突破で OK ですね。いい声ですね。はい、これで終わりですね。時間がまあ大体3分ぐらいで回ることができます。結構快適かなっていうふうに思いますね。はい、で報酬の方を見ていきましょう。報酬の方がまあ1億コインと999プラスと、あと、ちょっと遅延2個とか P とかが落ちますね。まあ川柳の介護官みたいな感じですかね。はい、っていう感じです。ちょっとボイス消してきますね。はい、ということで、じゃああと2週ぐらいやっていこうかな。適当に雑談でもしながらやっていこうかなというふうに思います。はい、ということで本日から開催のジョジョコラボなんですけれども、まずガチャの方はですね、裏で、まあ、それなりに引きまして、でその配布分とあと確定分も含めて全部で68回かな、今のところ引いてまして、でそこでコンプすることができました。なんでまあ運は悪くなかったかなというふうに思いますね。ただその確定枠のジョリーンと、あとディオブランドをですね、この2体が素引きできていないので、まあ武器分2体目どうしようかなっていうのを今悩んでるっていうところですね。まあひとまずその交換負荷の星6以下のね、処理状況を見ながら、考えていきたいかなっていうふうに思います。ぶっちゃけね、確率はかなりひどいです。石10個ガチャなのに金の確率が 60% もあるんですよね。で今回その確定枠以外の星7キャラがまあ6種類いるんですけれども、それが今回全部交換することができて、でその交換に一部星6も使うことができるんで、そこはまあワンピースとかと一緒の感じでまだいいんですけれども、ただ星5も出ちゃう関係上、やっぱりその星6自体がそもそもなかなか出てくれないっていうところが非常に痛いですね。で5連引いて全部金とかもザラにあるんで、そういう目に遭うとだいぶ苦しいなっていうふうに思いますね。これやばい、毒外してない。大丈夫かな。
でも、この次潜水は来ないか。はい、っていう感じで、だからワンピースの時と同じような感覚で引くとね、痛い目に遭うというふうに思います。まあ、星5のキャラクターの性能自体はね、まあ、そんなに悪くはないんですけれどもね、やっぱ交換に使えないっていうのは結構辛いかなっていうふうに思いますね。まあ、これちょっと関係ないんですけれども、最近僕ガチャ動画出してないんですよね。で、その理由っていうのが、まあ、5連ガチャが出たからっていうのが一番大きな理由なんですよ。今までのその僕のガチャ動画って大体まあ、回数的には60回とか70回とか、多い時は100回とか引く時もあるんですけれども、この回数のガチャをこうバーって引きながら雑談するっていうスタイルでやってきました。それがね、なんか動画時間的にもちょうど良くてやりやすかったんですよね。10分からまあ13、4分ぐらいのちょうどいい、僕にとってね、ちょうどいい時間だったんですよ。だから今5連っていうものができて、それがしにくくなったっていうのがあるんですけれども、まあでもそれだったら別に5連せずに普通に引けばいいやんっていうふうに思うかもしれないんですけど、パズダーの5連ガチャっていうのはおまけがありまして、で、そのおまけで何が出るかっていうのはガチャによって変わるんですけれども、まあ、でも何にせよね、そのおまけっていう要素がある以上、普通に5回引くよりも絶対5連で引いた方が得なんで、まあ、あんまやりたくはないんですよね。まあ僕、廃課金の割にはそういうとこなんか変に貧乏症なんで、まあ、そういう理由もあって最近ガチャ動画出さなくなりました。はい。っていう経緯がありますね。まあでもその代わりっていうかどうかわかんないんですけども、まあ、こういうコロシアムとかね、あと降臨ダンジョンっていうのを最近のコラボは用意してくれているんで、まあ、そっちでね、代わりに話したいことを話すっていうことをやったりしてますね。まあ僕はその基本的に自分が喋りたいだけなんで、動画の中身自体は何でもいいんですけどね。はい。っていうことで、そうですね、まあ、今回のコラボで個人的にいいなって思ったのは、まあ、スキルのカットインですかね。スキルを使った際にカットインが入る仕様が今回もあるんですけれども、あとワンピースの時よりもね、ここなんか演出が凝ってていいなっていう感じはしますね。でこれがその公式放送でも見せてたみたいなんですけれども、僕はそのジョジョコラボって全く内容わかんないんですけど、どういう世界観なのかなっていうのが、まあ、こういう細かいところからもちょっとだけわかるような気がしました。まあ、この発言自体がファンにとっては失礼かもしれないんだけども、だからそういうところで細かいところでこう伝わるような要素を入れていくっていうのは僕は大事だと思っているんですね。だからまあその調子でね、ストーリーダンジョンとかもやってくれたら嬉しいんですけどね。であとはそうですね、まあ、性能的なところで言うと、まあ、全体的に強いですね。非常に高水準です。で中でもディオがぶっ壊れ枠かなっていう感じがあって、まあ、単体99億出るっていうのももちろんなんですけれども、悪魔縛りなんですよね。なのでそのワンピースのキャラとの相性がめちゃくちゃいいんですよ。そのワンピースの時に入ってきた人が、まあ、最近まだやってなかったっていう人の場合は、今回まあログインしてね、そのディオ、DIO の方ね、のディオを交換で入手することができれば、サブにね、ワンピキャラをたくさん詰めて、またいい感じでね、遊べるんじゃないかなっていうふうに思ったりしていますね。で、相方はラフィーネもしくはビッグマムがいいのかなっていうふうに思っています。はい、っていう感じで、まあ、それ以外のキャラについては、まだそんなにちょっと考えれてはないんで、まあ、ゆっくり考えていこうかなというふうには思っていますね。まあ、皆さんのおすすめのキャラとかがいたら、よかったら教えてください。僕よくそのパズドラでコラボする際にその作品のアニメとか漫画を読むっていうことをしたりするんですけども、ジョジョはね、分量がすごい多いんですよね。まあ変にそのシリーズ分かれたりしてないから一巻から読んでいけばいいのかなっていうふうに思うんですけども、結構時間かかりそうですよね。コラボ中に終わらなそうな気がするんで、ちょっとどうしようかなっていう感じかな。まあ書店とかでもし安く見つかったらちょっと読んでみようかなっていうふうに思ったりしてますね。はい、っていう感じですね。非常に快適ですね。はい、ボスですが、ここも普通にシバドラ打ってずらして終わりですね。背景がちょっと怖いんだけどね。なんか目がチカチカして、それがちょっとあれなんですけど、これも多分原作に忠実に作ってるのかもしれませんね。はい、という感じでよかったら皆さんの感想も教えてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もしくは放送でお会いしましょう。バイバイ。